次のグループの方どうぞ。では左からお願いします。YouTube チャンネル江戸.com の江戸と申します。よろしくお願いします。今回は、まあ、僕今ちょっと人生で一番の危機で、まあ、変な半グレとかに追われてるんですけど、まあ、その今の自分のイメージとか、まあ、あとはちょっとブレイキングダウンのためにもっと盛り上げれると思うんで盛り上げようと思って今回出場させていただいてます。誰かやりたい人とかいます？ミクル君サイドから誰か出せないですか？俺吉田君ってやりたいんですけど。吉田くんやる？吉田くんやろうよ。江戸くんだっけ？なんで俺とやりたいの？やっぱ一番盛り上がるかなっていう。せっかくやるんだったら。一番覇気ないっすよ吉田くん。一番盛り上がる。ひろゆきさんに言われてるぞ。いや一番覇気あるでしょうよ。ね、俺が？いやそうあなたもあるし俺もある。君がどんだけできるかなって気になるの。なんなら殴りかかってきてもいいよ。いやそれはやらん。なんでなんで本番でやりたいから。いいだ俺全部避けれるから多分。本気なんだよ。覚悟を知りたい。覚悟を知って俺もやばいんだよ。一回来てみじゃあ。シャドウにしてや。大丈夫絶対避けれるから。いいよ。行っていいな。いいよ。当てちゃえ。うん、どうする？やるよ。やる？やるよ。本気だろ目見ろ。やりたい。ああ。確かに本気は伝わったわ。本気だろ？ほら。なあ。本気だろ？本気は伝わったわ。なあ。本気は伝わった。ああ。よしやるか。やろうぜ。こいつとやるわ。オッケーじゃあ試合決めます。ミクルさん練習してもよ。ミクルさん。この流れじゃないですけど、僕もああ佐々木くんと佐々木くんとやりたいんですよ。佐々木くんオッケーでしょ？別に変な煽りとかじゃなくて佐々木くんオッケーでしょ試合。まあオッケーです別に。じゃあ決定です。この流れで申し訳ないんですけど、自分の中で、はい、なんか、まあ、目指してたじゃないですけど、まあ、喧嘩自慢見てる中で一番なんか相性合うなと思って、うん、はい、もうちゃんと実績も残してきたんで、うん、はい、お願いします。お願いします。はい、一番絶対この大会で盛り上げます。盛り上げましょう。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。次の方、どうぞ。ラップをやってるボンズって言います。まあ、よくね、殺すとかさらうとか言ってさらってもいないし、殺してもいない人たちばっかなんで、まあ、普段が口喧嘩ってラップばっかしてるんですけど、別に喧嘩もできるんで喧嘩しに来たなって感じですね。ちょっといいですか？ちょっとさっき引きずりながら耳に止まったんだけど、人を殺してないくせにとか、うん、人をさらってもいないくせにとか、殺すぞおめえとかよ、じゃだからさらうぞってよく言うじゃん。分かった分かった。でお前は人を殺したのかい？うん、まだ殺してねえよ。じゃこれから殺すの？殺さねえよ別に。どづいてやるとおめえの。お前の立ち位置何なんだよ。は？お前これだろ？は？おめえもこれじゃねえか。若いやつに負けそう。おめえもこれと変わんねえじゃねえか。若いやつに負けてんじゃねえか。俺別にラッパーじゃねえからさ、うん、お前と絶戦したいとかじゃないんだよ。は？だからさっき引っかかったの、お前のそのセリフが。俺も引っかかってるよ。全然かっこよくねえじゃん。おめえなんかストリートのレジェンドみたいなこと言われてるけど。知らない。何がレジェンドだよ、おい。この前負けちゃってよ。なあ、格闘技経験ないからね、俺は。まあ、煽ってんの？は？煽ってんの？煽ってるんじゃねえよ。喧嘩変えるのか、お前。バンちゃん、最悪お預けにしてもいい？もちろん。最悪ね。俺らは必ずやることはもう決まってるし、絶対やるから。世の中は許さねえからそこは心配いらねえよもうやろう。うん、もう喧嘩もできんだろ。もうできるよ。お前これ笑っちゃうような、あれ喧嘩スタイルだったらもう本当笑っちゃうよ。一生漫画にしようよ。うん、お前が負けた時どうすんだ。おい、何でもいい。何でもいい。うん、分かった、考えておくな。面白いことな。何調子こいてんのやっか。あ、これは。あ、すぐ喧嘩だ。教えてください。
お前邪魔だビビっちゃったかもお前だろこれ、はあ、気入ってんだろ、はあ、楽しみしてる、はあ、俺こそ楽しみしてるやん素人に負けたらかっこ悪いもんなな悪いんだからないよもちろんというの方どうぞ。アニオセオマサオイムニダ指名してるキャバ嬢がブレイキングダウンに出たらアフターしてもいいよって言ってたんですけどこれって脈ありですよね。茨城県から来ました33歳バツ2独身シングルファザーです。借金約4000万円あります。こちらに出て一旗あげないと僕とてもやばいので借金返済もありますしシングルファザーで子供もいます。養育費も稼いでいかなきゃいけないのでここで知名度上げて稼いで毎日キャバ嬢と同伴アフターできるようにしたいと思います。試合誰とやりたいですか。試合はサトルさんかエドさんとやりたいです。じゃあサトルさんって俺ですか。はい。サトル本当にお願いします。僕あの喧嘩を売るとかできません。ちょっと拳いいですか。ありがとうございます。ジャリーお前新しいですね。じゃあ試合決定でいいですか。はいされちゃったもん。られたか奪われちゃったよ。他の出場者の方あすいません一言いいですか。僕どうしてもさきとくんってやるそのなんか仕込みみたいになるのやめてもらっていいですか。いやこういう勝手なことがマジで仕込みって言われるんですよ。はい、はい、これマジで仕込みとかじゃないですか。すいませんお願いします。一回でチャンスください。どうしてもちょっとさきとくんってやるあれ彼女14人いる人でしょ。はい彼女14人彼女14人にすごい恥ずかしい集体を晒すことになっちゃうけど大丈夫そうか。いや全然そんなことないです。まず彼女14人いる時点で、はい、14人いることではかっこいいとかモテてると思ってることがまず勘違いだから。いやそんなことなくて実際 TikTok がめっちゃバズってるし、うん、まあ 85% フォロワーが女の子なんだけどみんな俺のことめちゃくちゃ好きなんよ。いや俺どうしてもさっきとでやりたいんですよ。体重合いますかね。何キロですか。何キロですか。僕61です。14人に行く、はい、14人が14人14人が14人が新しいあじゃ あ体重は一緒っす。あじゃあ全然僕全然よければはい熱い戦いしたいんで14人の彼女に集大さらすだけだけど。いやどっちがイケメンか勝負しようや。次のグループお願いします。お、斉藤君来たよ。はい、で左側から。はい、陸中部の小倉です、ブレイキングダウン5でもあの勝利者マイクでもアピールしたように今日はモハンドラゴンに喧嘩売りに来ました。あれ、モハンは俺が倒してもうたわ。はちょ、何してくれてんねん、ほんま。ちょ、運営の皆さん、あのモハン多分試合できると思ってます、僕は。なので、僕と試合させてください。モハン、さっきあの KO 負けしたんで、はい、多分ドクター的な問題で KO 負けすると分かるじゃないですか。そうですね。確か3ヶ月できないんで、試合ってなるともうできないです。だから勝った相手にやっとくっていうのは面白そうですけどね。あれ正直あの自分ブレイキングダウン4、5もうモハンのためだけにアピールしてきてここまでやってきました。トシソと戦ったのもモハンにアピールするためなんですよ。なんでそれできないんだったらもう僕はもうやらなくてもいいかなと思ってます。ありがとうございました。じゃあ次もう怪チャンネルから来ました斉藤です。志望動機なんですけど。あどうぞどうぞ。そういえば斉藤君とやりたいって言ってた。あのどう元気やろうよ斉藤君。日本一のナンパ師です。世界一のナンパ師を目指して活動しています。斉藤君、カイチャンネルの斉藤君も試合決まってたのにちょっと逃げられたんでそこも舐められてるなと思ってるんでやりたいと思ってます。第一回逃げてるじゃん。いや何逃げたのあれ。逃げてないっす。逃げたよね。だって煽り V とかも全部撮ってたのに、はい、急遽キャンセルされてますよね。はい なんで投げ合ったんだっけ。いやその
大会自体が延期になったじゃないですか。あ、そうだ、ブレイキングダウンの大会が延期になって、で僕のコンテストと元々入ってる。あ、そうそう、ボディービルに転向したんだ。まあいいんじゃないですか。ちょっとやらせてください。はい、やろうよ。やりましょう。じゃあ次は逃げんだよ。じゃあ、はい、逃げない。うん、オッケー。じゃあ決定で。ありがとうございます。では奥の方どうぞ。神戸から来ました池水達也です。元プロボクサーで、成績が22戦19勝3敗で、僕は朝倉未来君と同い年で、朝倉未来君は豊橋で、まあ、すごくその10代の時は悪かった言うて、で僕も神戸やったら同い年やったら一番強かったんですよ。で生き様も似てるから、ちょっと朝倉この1分間っていう中で朝倉君とできたらって思ってたんですけど、今言ってもまあ相手されない、自分で分かってるんで、まあそれやったら、まあ西谷君とやりたいなと。どうですか？俺？いや全然いいですけど、ルール何でやるつもりですか？いやもうキック寝技なしやったら何でも、別に寝技ありでもいいけど。寝技あれたら絶対負けますよ。あでもそれでもいいよ、それやったら。あ、マジっすか？あ、もう美味しいですね、僕からしたら。まだっす。寝技撤回してもらっていいですか？達也、寝技なしの方がええちゃう。寝技なしで行こう。いや、こん中あったらマジ一番強いで俺。寝技あったらマジで一番強いで俺。寝技なしで。何でもある。寝技だけなしにしよう。何やねんそれ。何やそれ。いいですか、もうここ決定で。え、翔一くん、立ち技だけでいい？まあ、まあいいっすよ。じゃあキックで。ごめんね、なんか。いやいや、いいっすよ。かっこ悪い、私。いいっす。なんかここ決定で。なんかもう僕、帰っていいですか？あ、いいっすよ。よろしくお願いします。じゃあ次のグループお願いします。待たせたな。いいじゃん、腰抜けみたいなやつが何人かいなくなってて、いい顔ぶれに変わってんじゃん。じゃあ自己紹介お願いします。ウリタ純子をボコボコにした男をボコボコにした男、ラッパーだよ。この日本で、足沢流星を抜いて一番喧嘩が強いラッパーだよ。サンパウロから来た。よろしくな。誰残ってんの？あれ、飯田決まったの？飯田？決まったの？飯田？飯田くん？決まったの？寝てんのかよ。この人って、強いですか？喧嘩バトルロワイヤルというところで優勝している方ですよね。強いよ。経験者。こんなんやってねえよ。喧嘩だけだよ。喧嘩だけな。うん。いいよ、やってやるよ。だって残ってんのは一番強いのお前だろ？それはそうや。うん、いいよ。よいしょ、よいしょ。うん、待ってるで。うん、これ決定でいいですか？じゃあ決定しますか。お願いします。次お願いします。僕は金とか人脈とか頭脳とか、ここにいるほとんどの人よりはるかに持ってます。ただ肉体的な強さだけが圧倒的に欠如してるんで、継続参戦して強くなりに来ました。お願いします。あのさ、控室とかであれ遊びできてんじゃねえんだからさ、地位も名誉も金もあんだろなあ。そこでよ、なんであんな感じで対応できんだよ。YouTuber って絡んで気に食わねえんだよ。みんな命かけてんだ。あ、今リングに上がれっか。おう、やろ。やるか。うん。じゃあ一回やってからちょっと話したいんですけど。とりあえず自己紹介まず全員してもらいたいんで。じゃあ次の方。はい、大阪から来ました、須藤力也です。まあ、もともとホストやってて、まあ、ホスト界で一番強かったというか日本一取りました。次の方どうぞ。ヒデトラです。すごく面白いんですけど、
行儀悪い人間がたくさんいるんで、こういうふうに。だからスパーリングさせてもらったら楽しいなと思って応募しました。めちゃくちゃ強いですよ。ワルサイダーで昔圭之介選手に勝ってる。昔です。ではどうぞ。千葉県から来た坂田です。あ、応募理由は、まあ、特にないですけど、まあ、興味があったぐらいで、まあ、結果出して実力見せるんでお願いします。二人誰かやりたい人いました？水虎さんなんかはそのアウトサイダー時代、圭之介さんとの一戦とか本当に中学生の時とかすごい好きで見てて、打撃がめちゃくちゃ強いんで、すごいいい殴り合いできるのかなって自分はちょっと個人的に、興味持っちゃってます。何キロまで落とせます？逆に何キロがいいですかね。俺74なんで75とか。75から7ぐらいなら多分今落とせると思うんで、まあ、それならキックルールで入れましょうか。じゃあ他に川島さんとやりたい人いますか？僕全然77でも全然いいっす。そしたらじゃあスパーリングとかしてもらえたりします？その勝った方と自分やりたいっすね。とにかく強いやつやりたいんで。できます今から？今から俺は問題ないです別に。あ、じゃあいいっすか？どうですか？ちょっといいっすか？はい。あの僕このなんかさっき強くしてほしいって言ってたんで、と隣のあの銀髪の方が2人で自分1対1で1分間の試合どうですか？1対 1?1 対2で。1対 2？ はい。同じ横浜だけどいいの？お前弱いやろ。いや俺逆にだから自分が1人で2人だったら多分ちょうどいいと思うんだよ。舐めてんの？普通に舐めてるだろ。そんなチャラチャラボラして。調べろ。じゃあいろいろ調べてみる。今までのこう格闘技経験聞かせてもらってもいいですか？柔道が日本3位でブラジリアン柔術と MMA やってました。後ろの人はどうですか？格闘技経験あるって言いましたけど。自分ボクシング 3,4 年前ぐらいまで、まあ、一応ライセンス取ってやってて、まあ、今ちょっとだけ地下格闘技に何戦か出てるぐらいですね。まあじゃあ2人っすね多分。前と後ろの、うん、体重的に。じゃあ今からいいっすか？いいですよ。はい。じゃあ後ろの二人も準備してもらっていいですか？はい！自然に顔に膝が入るな。すげえな。はい。じゃあ11月3日2人試合決定でお願いします。ちょうど強そうな相手見つかってよかったです。Go!
むずいな。青だね。11月3日、2人試合決定で思いっきり打ち合いましょう。まあ勝つのは俺なんでよろしくお願いします。あれ、ミク何やってんの？お疲れ様です。お疲れ様です。今回もスポンサードしてくれてる、はい、みんな知ってる喧嘩とのアプリです。俺実はこれとっくにやってて、俺のキャラクターが今回、はい、ゲームだ。マジですか？やってる。俺は自分のキャラクター使いますけど。あ、そう。いや、まあなんか俺のキャラクターができたんですよ。マジで言ってる？マジです。なんでちょっとまあオーディションのやつらもなんかいろいろ喧嘩売ってくるんですけど、まあなんかいくらでもやったからお前らみんなダウンロードして待っとけ。なんか喧嘩道のなんかアプリに俺がキャラクターとして出てるんです。絶対弱いじゃん。いや、もうこれゲームの中で俺強いんですよ。入院の時まで最近調子乗りすぎだからさ、俺も話しといた方がいいと思う。いや、カイさん、俺喧嘩道のキャラクターになって。え、マジ？はい、ついに来ちゃった。はい、キャラちゃん。はい、ちょっと一緒に。マジやん、購買に行きやば。はい、ちょっとね、12人さん何も喋ってないんで、回してもらっていいですか？かしこまりました。はい、次のグループの方どうぞ。あなたも。あ、落とさないです。ありがとうございます。あ、ここ座りたいからどこ？いや、お前がこっち。いや、どけよ。え、うるさい。お前、頼むよ。いきなりなんだてめえ、これおい。お前がなんだだろ。おい、なんのかこれおい。あ？やんのか。やんのかって。いや、行かなくて行かなくて。なんだって。ああ、そういうことか。ここ座っていいですか？あ、じゃあそのまま紹介お願いします。はい、自己紹介。YouTube チャンネルでチャン・エドモンドというチャンネルで活動してます。元力士、220キロのチャン・エドモンドと申します。あ、次の方どうぞ。あ、どうも、歌舞伎町から来ました、マキーザやっています。で、基本的には地下格に出てます。で、ルールは本当肘とかサッカーボールとか膝とか長パンとか何でもありなやつに出たり、いろいろやってて、なんだかんだ12年ぐらい出続けてるんで。いいですか？じゃあ次。いいですか？お願いします。はい、奄美大島から来ましたカイトって言います。そのバックボーンみたいなのはもともと3年だけレスリングやってて、とりあえず成績は全国2位が最大で、で島でもそのイノシシとかとも戦ったりして、結構海とか自然で鍛えてたから、レスリングのそのヘズマ君とこのさっき会った時にやりたかったんですけど、たくまさんに負けちゃったんで、そのレスリングの復讐じゃないですけど、それでやらせていただけたらなと思って、今回対戦相手に選びたいなと思ってます。以上です。次の方どうぞ。石川県から来ました山本修理。まあノーガードで、まあ打ち合って楽しませれるような試合をしたいと思います。以上。
スパーリングしてもらいます、うん、1試合ずつで、うん、勝者同士で試合組んだらいいんじゃないですか。ああちょうどいいですね、人数的にも。じゃあ真ん中の2人試合してもらっていいですか。はい、じゃあ両端お願いします。ちょっといいですか、お話しさせてもらっても。あどうぞ。はい、ちょっと俺前回のオーディションにまあ結局あの中には入れなかったけど、まあ、気に入らないことが一つだけあって、実際本当はまあ知ってる方たちは皆さん分かるだろうけど試合が本当はあって、でそれがなくなったんだよね。でなくなったのは1万歩譲って OK としても連絡が一本もねえっていうのが俺は気に入らなくて、まあ、それに対して、まあ、じゃあ誰が責任取るんだって考えた時に、まあ俺さちょっと知ってる方もいるかもしれないけど喧嘩バトルロワイヤルっていうのをてっぺんを張ってて、まあその代表としてブレイキングダウンのてっぺんって誰だったっけかなって思って、でこの前のオーディションも視力 1.5 なんだけど 2.0 まで上げて、ああ違うな 7.0 まで上げて、ファーッと周りを全員見渡させてもらったんだよ。誰が花があるかなと思ったら、優吾さん、あんたが一番花あったよ。だからね、俺、優吾さん、あんたでもいいよ。もしよかったら、てっぺん同士やってみませんか。まず申し訳なかったっていう。ありがとうございます。はい、申し訳ない。そう言っていただけるだけでも。はい、何かかけて試合するんであれば、あともう一つ1分無制限でよければ、倒れるまでってやつ、ブレイキングダウンで試合したいんですよね。あもちろんもちろんですよね、はい、であればやはり、まあ、ここホーム、僕らのホームだし、はい、まあ、もし万が一判定ってなった場合、はい、ひいきだとか言われたくないんで、はいはい、確かに確かに、はい、完全決着って形で男ですね、はい、それは面白い、はい、はい、でプラス何かかける、かける、例えばですけど、うん、1000万を負けた方が配るとか、配る、ツイッターとかで、なるほど、まあ何かお互い経営者同士ということであれば、うん、かけて面白いんじゃないですか。なんで僕としては条件としては2つです。はい、はい、1分無制限と完全決着ということと何かお互いにかけてやれるんであればもちろん面白いんじゃないかなと思います。はい、そしたらそれでやりましょう。じゃあ試合決定でお願いします。じゃあ11月3日わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、11月3日開催予定のブレイキングダウン6のペーパービュー、および会場観覧チケットは概要欄のリンクから買えるので大会を一緒に楽しみましょう。またブレイキングダウン6を一緒に盛り上げてくれる企業様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。スペシャルアドバイザー朝倉海、白川リフトが密着するオーディションの裏側は近日公開。息が惜しなっております。さらに多くの YouTuber のチャンネルからも舞台裏の様子がアップされる予定です。こちらもぜひチェック。ブレイキングダウン6は喧嘩道、オニマルホーム、 3D ファントム、ボーボー、ビースト、アスリンクの提供でお送りします。